今日は何かこれが届きました。大丈夫？なんだろうね、なんだろうね。水出しコーヒー、美味しく飲めるらしいです。今日はこのコーヒーを、水出しコーヒーを入れるやつ、コールドブレウが届きました。じゃじゃーん。ちょっと水で揺すいでます。でね、どうやればいいんだっけな。ここも外れた。この中に豆、あ、じゃない、先にこの紙を入れるらしい。ちょっと待って、ガシャン。これを入れます、1枚で、で、豆を入れます。これが2杯分かな、2杯分入れる。倒れる。はい、入れます。さあ、もう一杯。あれ、もう一杯、あ、2人分だとね、4杯らしいです。はい、こんな感じかな。で、これで平らにする。お水をちょびっと、豆を湿らせます。ちょ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 、ぐらい入れるかな。ちょっと湿ればいいのかな、うん、平らになったかな。こんなんでいいのかな。どれぐらいやったらいいの。混ぜて、もういちいち混ぜなきゃいけないらしい。濡らして上にピタッ。トントン。この豆がついちゃうね。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。豆がついちゃってもったいないけど。ピッピッ。ピッ。これで。水を入れるらしいです。お水が350、コーヒー豆4杯で350。ダーッと入れます。はい、入るか。ほっ。で、これで速度が変わる、あ、抽出する速度が変わるらしいですけど、そんなに角度つけないでいいみたいです。よくわかんないけど。まあ、これで様子を見ます。ガシャーン。はい、じゃあ抽出ができたみたいなので開けまーす。お、ここが一応これいいのかな？は、ポタポタする。これは流しに行った方がいい。よいしょ。これは濃いコーヒーなので希釈するんですけど、ちょっと味見しよう。ちょ、うん、だいぶ苦い。あ、でも美味しいかも。半分ぐらいの量にするらしいです。2倍に薄める。アイスコーヒー、ああ、飲みやすいですね。で、こっちのやつは保存の別の容器に入れて冷蔵庫とかで保存します。
これで水出しコーヒーが飲めるらしいです。皆さんもぜひお家で試してみてください。バイバーイ。